わしの手開きなんですけど、難しいって思うかもしれませんが、意外とね簡単にできます。手開きにすると一緒に小骨も取れて非常にね食べやすい身になります。これちょっとね裏技です。はい、おはようございます。豚郎です。本日はですね、イワシの手開きのやり方をお伝えしたいと思います。お刺身にするときですとか、かば焼きにするとき、開きにしますよね。そのときに手開きにすると、一緒に小骨も取れて、非常にね、食べやすい身になりますので、そのやり方をお伝えしたいと思います。ぜひね、動画の方最後までご覧ください。はい、本日ご用意させていただいたイワシはこちらでございます。大阪湾の岸和田の地物のね、イワシです。非常にね、丸々コロコロ取ってて、非常に美味しそうですよね。ちょっとね、黄色みがかってるのが岸和田のね、イワシの特徴です。脂あると思います。こちらのイワシをさばいていきたいと思います。はい、じゃあまずイワシの方なんですが、まずね、鱗ついてますんで、鱗をね、落としていきたいと思います。包丁でね、イワシは身が柔らかいんで、包丁でね、こう撫でるように、鱗を取っていきます。だいたいこう根元に残っていることが多いです。はい、そうしましたら一回水で洗います。はい、そうしましたらまずね頭を下ろしていきます。頭を落として、ね、尻尾ももう落としちゃいます。はい、頭と尻尾を落としてお腹のこの、ね、皮の薄いところからこのお尻のところまでで下まで切っちゃいます。切って内臓をね包丁で切っちゃいます。この状態でここに、血合いがありますんでこの血合いをね水洗いできれいにしてまいります。はい、それでは、頭を落として水気をね切りました。イワシありますんでここのねお腹からこの下、まあ、色目おろしの時に線入れたりしますよね。この線をね入れます。これちょっとね裏技です。線を入れておきます。上と下にこんな感じで線だけ包丁をちょっと入れておきます。この状態で手開きにするんですが、まずね、なのでね、親指を入れて、このね、今入れた線に沿って、手をね、後ろに動かしていきます。こう剥がすようなイメージですかね。こういう感じ。で、こう、ここまで開きますね。そしたら今度上に持っていって、上から、ね、上からまた剥がしていきます。こういう感じですね。そうすると、この骨ですね。この骨が、で、身から取れるわけです。で、ここまで半身が下ろせたら、今度はこの骨を剥がしていきます。剥がすときに一気にやっちゃうと、身まで一緒に剥がれちゃうんで、さっきね、ここ線入れましたよね。線に入れたのと一緒に、ゆっくりね、剥がしていくようなイメージです。そうすると、ここもね、この骨が一緒に取れるわけです。で、取れてますよね。これですね。ということで、ここにね、包丁入れておくと、ここがね、綺麗に取れますんで、ここはね、包丁だけ入れておくと、ここですね、綺麗に取れると。はい、この状態まで来たら、このね、今度ね、お腹の腹骨を取ります。お腹の骨を、ね、まあ、取るというよりも剥がすような感じですかね。はい、こちら側も。そうしましたら、最後ね、ここにね、綺麗が、ありますので、このヒレを取ります。包丁で軽く押さえてあげて、上に引っ張ってあげると、ヒレと一緒に骨が、よいしょ、これですね、が取れます。こんな感じ。まあ、この状態でね、尻尾ついてたらかば焼きでもいいですし、まあ、この状態にしておくと、骨があまり残っていない状態になります。はい、それではね、もう一回やっていきます。まずは線を入れて、上下に線を入れて、で手で開いていきます。真ん中からね。皮一枚のところまでこう開く、ね、ここまで開きます。はい、そうしましたら骨をね抜いていきます。よいしょ。よいしょ、こんな感じですね。しましたら、腹骨を取っていきます。
てヒレを切ってみます。はい、はい、ということで手開きの完成です。はい、じゃあこちらのイワシ、最後にね皮を引いてお刺身用にするんですが、皮はねこの付け根から親指でね剥がすようにして、ね、ここまで剥がしちゃってください。逆側も同じように親指で、ね、ここまで1センチほど、両方とも1センチぐらいね取れてますよね。この状態で後ろに皮ごと引っ張ってあげるとね、綺麗に皮はむけます、ね、これを切ってそのままねお刺身で召し上がってみてください。はい、ということで本日はイワシの、ね、手開きの方法をお伝えしました。お刺身用にするときには裏側のヒレは取らなくてもいいかもしれません。その方がね皮が剥きやすいかと思います。イワシの手開きなんですけど難しいって思うかもしれませんが、意外とね簡単にできます。今の手順通りにやると驚くほどね簡単にできると思いますので、ぜひねイワシ手開き試してみてください。はい、ということで最後まで動画ありがとうございました。みたろうでした。ナイス。